コネバスケ USA アイコン。Hi, this is Miyako. Thanks for watching. 今日届いたこのギターの、まあ、なんでこういうデザインになったかっていうところをちょっと説明していけたらと思います。まずこのうちがメインで使ってるこのね USA アイコンちゃんですけど、まあ、これが姉とするならば妹を作りたかったんですね。でこうよく見てもらったらいいんだけど、ポジションマークが一緒なの。一緒にして、であとこのこれフレームのメイプルの木なんだけど、それをこっちにも使いたくて、これ木目わかるかな、だから木目が一緒、色は違うけど木目が一緒ってとこでちょっと姉妹感を出したくって、姉妹兄弟どっちなんだろう、まあ一応姉妹ってことにしようにしてみました。でまあそのもう一本今日ここにないんだけど、その ML っていう形の何だろうな、ここにビューンって出たこのギターも使ってるんだけど、まあそれもあるんでちょっと V が一回欲しいなと思ったんで、ちょっと1年前にオーダーをしてみて、やっと届いたっていうところですね。あとは、それが姉妹だったら母親なの？私？母マザー生みの親、まあね、作ったのはね、まあ、彼らだけど、まあ一応、あ、ちょっとこの画像を見てほしいんだけど、この画像を作った時にまあ、色をどうしようかとか、まあ、ピックガードを何色にしようかとかさ、ここ木材どうしようかとか、まあ、D のロゴもいろいろあって、まあ、そうこう悩みに悩んでこの組み合わせにして本当にどういうのが届くのかなっていう不安はありつつ、待ったらこう期待通り以上のものが届いたってことですね。でやっぱりもう私もどこのインタビューとか雑誌とかでも行く言ってんだけど、もう木目が好きなの。もう木目が好きだから、やっぱここのボディの木もやっぱかっこいいの選んでって言ったし、でちょっと見てほしいけど、結構シバンの木目も結構いい感じに出てて、もうすごい期待通り以上のものが本当に届いて、私は感激をしております。今木目フェチ、木目フェチだから、あのまあギターの好み好き好きだからあれだけども、本当にうちのなんだろうな、絶対鉄板としてはこう塗りつぶさないやつがいいのね。こうもう木目を際立たせる塗装が好きで、でまあ今回赤にしたのも、まあちょっとこの子青っぽいから、まあ、青っぽいの作ってもなと思ったんで、なんかちょっと真反対のちょっと赤くて、でピックガードもね、本当はそもそもつけるのかつけないかってところで迷ったんだけど、まあちょっとかっこいいギターにちょっとメタル仕様みたいな感じにしたかったんで、ちょっとこういう感じにしてみました。かっこいいでしょ。あ、でちょっとね豪華にしたくて、金パーツにゴールドのパーツにしてみたりと、結構こだわりが満載なんで、まあ細かいスペックは本当にもうフレットとかこれペグとか、もう本当にパーツ一つ一つ全部カスタムをしていったんで、まあ、それをちょっといちいち言ってると長くなりそうなんで、こちらを見てください。こちらね、でもすごいスペックですよ。めっちゃいいスペック。多分買うとめっちゃ高くなっちゃう。なんぼやねんな。黒髪にしたから余計似合うね。あ、本当？黒と赤みたいな。うち昔黒と赤の髪色してたの。知ってる？知らない？知らないってけどね。あのね、ラブバイツの一番最初のアーシャはうち黒と赤のインナーから赤みたいな。そうだから黒と赤っていう組み合わせが好きで、それをちょっとギターにも落とし込んでみた感じ。まあそんなこんなで、はい、もう見た目はパーフェクトな。物が届いてんで、問題はどんな音が鳴るのかなってとこなので、次の動画では実際これを
音を鳴らしてみようと思うんで、次の動画もぜひ見てください。ありがとうございました。じゃあまた次の動画で See you next time.